ケンタウルスザアルファ星 B-C とは、ケンタウルスザの方向に約4.37光年、離れた位置に存在する恒星ケンタウルスザアルファ星 B の周囲を公転している可能性がある太陽系外惑星である。主星であるケンタウルスザアルファ星 B には、2012年にハープスによってケンタウルスザアルファ星 BB が発見されていたものの、後の観測により存在しない可能性が示されている。 ケンタウルスザアルファセービー C ーは2013年にトランジット法を用いた観測で発見された。しかし、存在は未確定なため、さらなる観測が必要となる。高精度なドップラー分光法を用いて観測しても、すぐに有用な結果が得られるとは限らない。C が実際に存在していると仮定した場合、約 100ppm の精度で約3週間連続して、 速攻観測を行う必要がある。これは地上にある観測機器の精度では不可能であるため、モストのような人工衛星で観測を行わなければならない。C のトランジットを再観測するにはトランジット法を用いた太陽系外惑星の探索に用いられる将来の人工衛星が必要となる。テスやキオプスはそのような観測を行うことが可能である。 ケンタウルスザアルファ星 BC は地球の約0.92倍の岩石惑星とされている。12.4日の光点周期で B の外側を光点しており、軌道長半径は0.1天文単位である。軌道離心率は0.24未満とされている。主星に近いため、居住することは不可能とされている。ありがとうございます。